売上金が合わないね。本当ですか？にゃーは取ってないにゃ、濡れ衣にゃ。何言ってんだい、足りないんじゃないよ、多いんだ。さっき会計をしてたのは宮川ちゃん。今日の料理の材料持ってきたにゃ。あにゃ。ねえあにゃ、さっきお客様の会計してたよね。その時お釣りを返し忘れたりしてない？帳簿を見ると最後のお客様だと思うんだけど。にゃ、ミャーがそんな間違いするはずないにゃ。何年この店で1000バリスあって30バリスのジャガマルくん15個買った時のお釣りは小銭いっぱいにゃ。決定だね。ダメだこいつ。ミャーをバカにするんじゃないにゃ。いいから早く返してきな。つまらないことで店の信用を失ったらどうするんだい。うんにゃ。じゃあ10バリスお願いね、アーニャ。たった10バリスにゃ。そんなのジャガマルくんも買えない。ごちゃごちゃ言ってないでさっさと行きな。